あなたが着ている T シャツの意味を知っていますか？日本人が何気なくおしゃれだと思って着ている英語 T シャツ。しかしその意味は、私に触らないで。アメリカの伝説。天国に行くほど気持ちよくなりたい。誘惑的など、意味を知ったら恥ずかしくなる英語もたくさんある。そこで今回は、意味を知らないで英語 T シャツを着ている人にその意味を教えてあげよう。教えてあげんの？ピンポン。来た。誰が来たんだ今日は。こんにちは。なんだ。あのロケに行きますんで車に乗ってください。今からですか？ちなみにヤマピーが今着てる T シャツの意味わかります？いや見てないです。おならが出そうです。じゃあ行きます。はい、行く。おならが出そう。あのヤマビこれつけてもらえますか？何これ。いやバレちゃったらあの撮影できなくなるんで。これこう2つでいいですか？じゃあ。いやとりあえずつけてください。わかりました。はい。全然わかんないですね。本当ですか？じゃあこれで。これで俺どうすればいいですか？え、撮ってきてください。俺が一人で行って撮ってくるどうですか？そうです。うわぁ、マジ俺どうしたらいいんだろう。話しかけ方がわからない。大丈夫かな、怪しい人になってないかな。Tシャツ着てる人、これ違うね。ここに行っちゃおうかな。すいません、あの今英語の T シャツ着てらっしゃるじゃないですか、はい、これの意味って知ってたりしますか？何ですか？あれ、お姉さんも着てらっしゃいますね、英語。ちょっと見せていただいてよろしいですか？この意味わかりますか？何でしょう。何だと思いますか？何ですかね。Let me tell you the meaning。 じゃあ僕発音してみますね。 Repeat after me。 Oh, it's just you。 Oh, just It's just you。 Just you。 ありがとうございます。意味はですね、あら、あなたじゃない。こういうことになってます。これちなみにあの意味は分かって着られてたわけじゃないんですよね。じゃないんです。なんですよね。Oh, it's just you。 あら、あなたじゃない。こういうことになってます。ごめんね、寒かったね。ごめんね、ごめんね、寒かったね。バイバイ、バイバイ。すいません、急に。ありがとうございます。すいません。すいません。これ一人でやってるの、これ結構恥ずかしいし、すごい申し訳ない気持ちになるんだけど、これ。はい、ということで、次の方を探してきます。ちゃんと撮れてんのかな、これ。つうか大丈夫かな。いつも俺不安なんだけど、これで番組って成り立つのかな。ちょっと誰に声かけようかな、マジ俺こんなことしたことないんだけど、絶対変な人じゃん。一つだけご報告させていただきます。
マジ超目立ってます。さっきスタッフの人に全然わかんないし大丈夫だよみたいな感じで言われたけど、マジ目立ってる。このお姉さん来てるか。あ、下行っちゃった。すいませんお姉さん、あ、間に合わなかったよ。まあ、僕もこういうガチのロケ初めてなんですけど、なかなかやっぱりいつも見てるテレビみたいにうまくいかないなっていうのが正直な感想です。さっき店員さんで一人来てた人がいたんだよね。店員さんに聞いてみようかな。店員さんに、あ、いた。すいません、フジテレビなんですけど、ちょっと今英語の T シャツを着ている人にインタビューしてまして、あの一回読んでもらってもいいですか。はい。Who is? はい。はい、意味はご存知ですか。Let me tell you the meaning. The man who is dissatisfied with himself, what can we do? 自分に納得いってない男は今後どうすればいいのっていう意味です。これ意味は分かんないで、なんとなくデザインで着てたみたいな感じです。 The man who is dissatisfied with himself, what can we do? 自分に納得いってない男は今後どうすればいいの。これまでそういう男友達とかいましたか。あ、いました。あ、いた。今何やってるんですか、その人。今はボランティアとか始めたんだ。納得、自分に納得いかないからボランティア。すげえ、うん、ちゃんと見つけたね、生きる道を。やっぱりみんな T シャツに書いてある言葉の意味をあんまり考えずに着てる方が多いね。ちょっともうちょっと探してみます。もっともっとね、面白いのあると思うんだ、きっと。出た。すいません、ちょっと今英語の T シャツとかカバンとかを持ってる方にちょっといろいろ聞いてまして。恥ずかしい、なんかボロボロ。読んでいただいてもよろしいですか、これ。ビューティー&ユース。はい、意味ってご存知ですか。わからない。Let me tell you the meaning。一緒に発音していただいていいですか。リピートアフターミーお願いします。 Beauty and Youth。 ありがとうございます。これの意味がですね、美しき青春。美しき青春ですか。はい、 Beauty and Youth、 美しき青春。まだ青春真っ只中ってことですよね。はい、あ、です。ありがとうございます。これ一人って結構勇気あるよね。やべ、マジで誰もいないじゃん、スタッフ。いました、お姉さん。すいません、はい。お姉さんの T シャツ、はい、に英語が書いてあるんですけど、はい、ちなみにこの意味ご存知ですか。いえ。意味を知らないですか。わからなくて来ています。わからなくて来てる。はい。 Let me tell you the meaning. Naked. Repeat after me. Naked. ありがとうございます。意味は裸。はい、あ、相当セクシーな感じになってます。これからも
それ着続けてくださいね。はい、分かりました、はい、ネイケッド、裸、相当セクシーな感じになってます。はい、お姉さん、ちょっと T シャツ撮らせてもらっていいですか。これ、あのセルフィッシュって書いてありますけど、意味ご存知ですか。ちょっと初めて、読み方も初めて。Selfish Let me tell you the meaning。 意味はですね、自己中。知らなかった。すみません、何ですか。自己中、自己、どの辺が自己中ですか。いや、ちょいちょい、ちょいちょい、ちょいちょい、実はある。はい、ちょっと裏の方が飛び立ってます。Selfish 自己中。あ、ね、帽子も書いてあるよ。これはでも読めないですけど、なんて書いてあるの。これは、はい、Caution これ面白い。注意せよ。これね、カーション。で、ウェットフロア、床が濡れてるよ。なるほど。注意して。へー。遊び心満載ですね。なるほど。これね、自分のブランドの服ってこと？ここの服？あ、ここので。あ、知らなかったの意味。知らないで被ってました。もうそれ、そこの辺が自己中なんだね、きっとね。うん。出ちゃってるね。いいと思います。ねね。結構このお店英語のやつで書いてあるのいっぱいあるけど、あります、はい、なんか他にありますか。おすすめなんかこう、あ、ありますね。どうですか。whatever どうでもいい、どうでもいい。そうなんですか。ちょっといいですか、見て、はい、すいません。 electromagneticマグネティック、意味は電磁波。へー、すごいねこれ。へー、かわいいじゃないですか。すごい、すいませんね、ご協力。最後にもう一回これやってもらっていいですか。あ、ちょっと、あ、オッケーオッケー、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。え、そんなの来たんですか。テレビなんですけど、はい、なんて呼びますか。わかんない。フグリ。その英語の意味わかりますか。なんだろうね、なんだろう、わかんないです。 Let me tell you the meaning。 ファグリーで意味は非常に醜い。言い換えると非常にブサイクって入ってる。でも合ってます。合ってるからいいよ。合ってるから OK です。バグリー、非常にブサイク。なんて書いてある、読めますか。いや、なんかちょっと意味とかちょっと全然よくわかんなくて聞いてるんで。Absolutely unbalanced。 意味は絶対的にバランスが悪いみたいな。そんなの来たんですか。はい。Absolutely unbalanced。 絶対的にバランスが悪い。一回読んでみてもらっていいですか。これ GH 発音しないやつじゃないの。ナッシーみたいな。この英語の意味わかりますか。わかんない。何。ナーリー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 。はい、ナーリーで意味はいたずらっ子。なんだ。女性が着てると男性にいたずらする感じなんですよ。しない。しない。ナーリー、いたずらっ子。これ一回読んでもらっていいですか。何やろ。ショップリット。意味何だと思いますか。なんか、ミセ。ミセリット。ミセのリット。乗る。わかんないです。意味は万引きする。下がってもない。
ショップリフト、万引きする。この服の意味ってわかりますか？全然わかんないです。ダイアリア。ダイアリア。意味は下痢です。ダイアリア。下痢。これやべえ。これやべえよ。もう目立つしやべえしこれ。どうでしたか？はい。っていうか基本ガチンコなんですねこの番組。はい。でもまあちょいちょい英語勉強できてるんで、それはすごく、はい、楽しかったです。ちなみにご自身が着る T シャツ、なんていう？これ聞きましたよ、もうこれ。本当こんなの着せやがってと思ってますよね。ヘガでそう。